真面目をいかに破壊するかみたいな。真面目を破壊する。そうです。ディティールの正しさを超えた感情の表現だ。この作品の肝だとやっぱり思うし。ひたすらこう模写から始まって、あ、なんか2ヶ月ぐらい俺一回オラ先生になりきるわっつって引き込みとしてたぎるアニメーターもたぎっててほしいです。漫画に描かれてない生活感みたいなのを頑張りたいなって思ってます。でも 4,5 年前ぐらいだったと地球で一番すごいやつが来たぞ若いスタッフが多い若者たちにどうだってこうもらって、はいはいはい、違うって言われたりとかしてました。違いますね、何でも言ってくれって言ったからもう何を言われても一応ここが制作ルームになってます。ここでワンピースを作っております。準備段階なので本番の作業というよりはデザイン、あと開発ですね。ワンピースってどういう海がいいのかとか、どういう美術がいいんだろうか、より良いものにするためにどう見せればいいのかっていうのをトライアンドエラーしているという形ですか。ここでワンピースを作業している方たちがいらっしゃいます。原画を描いてる方もいればデザインしてる方もあれば、コンテだったりとか描いてる方もいれば、役職はそれぞれバラバラなんで、クリエイティブを発揮する人たちがここのフロアにいらっしゃるっていう形です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 Netflix にすごいチャレンジしてみないっていうふうに言われて、何ですか何ですかって聞いたら、実はワンピースっていうタイトルに関して考えたいんだけどっていうふうな連絡をいただいたのが一番最初です。現行でアニメをやっている中で、うん、もう一回頭から作るっていうのはその前例がないじゃないですか、うん、やっぱり同じワンピースっていう根っこを広げていくっていうことでみんな仲間だと思ってるので、この今ワンピースがドンと大きくなった中でさらにここから飛躍するために実写もあれば新しいザ・ワンピースもあると、でみんなでワンピースをもっと楽しんでいただこうっていうのがやっぱり今回実現できたらいいなと思ってます。今回の特徴は多分現場でどう盛り上がってどうやって一緒にやっていけるかっていうのが僕はポイントだなと思ってるので、どん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 広がっていって、それこそだんだん仲間が集まってきて、この企画に関してやっぱり社内としてちゃんと応えるためにはっていうことで、今回の監督の小塚と中竹とキャラクターデザインする浅野の3人だけそれぞれに話をしてみたら、全員ですねこのワンピースという作品が好きで興味がありますっていうことを3人とも言ってもらえたので、いろいろやってうちだったらこうなるかなとか、スタッフだったらこうなりますかねとか、でアニメーションプロデューサーの川村と話して、じゃあメインスタッフはこういう感じかなっていう話を周永社さんの方にお伝えさせていただいて、このチームに任せたら面白いもんができるんじゃないかっていうふうに多分思っていただけて、じゃあ本当に動いてみましょうかっていうふうになったような印象を僕は受けていますね。お願いします。自然な感じよろしくお願いします。お願いします、はいはい、よろしくお願いします。ザ・ワンピースのアニメーションプロデューサーを担当させていただいてます、川村と申します。キャラクターデザインをします、浅野教授と申します。監督を務めさせていただきます、小塚正史と申します。取締役の中竹と申します。本日はよろしくお願いいたします。はい、終始和やかな雰囲気今和やかにスタートしました、うん、はい。僕なんか大人になってから読んでる方だったと思うんですけど、やっぱこうつどつどエピソードで号泣してましたよね。よく漫画に泣かされてました、うん、マリンフォード編が好きだったことを思い出したんですよ、はいはい、私あの白ひげめちゃくちゃ好きでしてみんな好きですよね、みんな好きですよね。僕のアイコンはジンベイですから本当だ、アイコンはジンベイ。あれ浅野さんなんですか。あのスモーカーが、あーいいいい、タバコを吸うキャラってやっぱこういちいちポージングが決まりやすいというか、スモーカーとだからクロコダイル、まあ、あのなんか豪快な吸い方っていうのがやっぱなんかこう引きつけられる要素はやっぱ結構あるなと思って、川村さん誰ですか。僕はバギーですね。早いな。はじめ敵キャラなんで怖さもありつつも面白さもあって、あんなにこう表情豊か
なキャラクターで、しかもかつそんなにいいやつじゃないのに愛されてるっていうのはやっぱ面白いなっていうふうに思いますね、うん、いやいやそうだよね。いやでもえってなりましたよね。どういうことっすかみたいな地球で一番すごいやつが来たぞ聞いた時はやっぱりちょっと半信半疑だったところがあるんですよね。本当にやるのか、いやいや みんな嘘ついてんじゃないかと、そう騙されてるのかなって始まりましたよね。その先生と、まあ、ちょっとそのお話しすることができたタイミングぐらいで、はいはいそうでした、やっぱそのあ本当なんだってっていう時間が湧いてきたのを覚えてます。もちろん緊張感とか、まあ、いろんなプレッシャーはあるっちゃあるんですけど、それがなんかこうなんていうんですか、自分の中でなんか壁になるとか、うん、そういうことは一切なくて、それも受け入れながらなんかやれる楽しみみたいな感じっていうんですかね、うん、まあ、デザイン任された時にまず小田先生の書き方を取り込まないと書けないと思って、そうですね、合ってました。なんか2ヶ月ぐらい俺一回小田先生になりきるわって、ここ表現させるもう徹底的にその2ヶ月間はもうワンピースの絵だけしか描かない時期みたいなのを撮って、で引きこもったんですよ別の作品あるんですけどとりあえずそう引きこもってひたすらこう模写から始まって、ひたすら模写して取り入れる。25年も続いてれば絵柄もだんだん小田先生も変わってくるので、どこの絵で今回のザ・ワンピースはこうまとめなきゃいけないんだろうっていうのが課題であったので、うん、なんとなく自分の中でここまでインプットできたらいけるかなっていう、スタートできるかなっていうところまで一旦なんかもた打ち回ってた感じがありましたね。デザインっていう設定の、ね、絵ってみんながそれ見て作業するです。そうですね、結局一番最初に描くものではあるので、一番最初に描くってことはある意味慣れてないっちゃ慣れてない時なんですよね、はい、それで若者たちにどうだってこう言ってもらって、あ、はいはい、あの違うって言われたりとかして初めなんかめちゃめちゃ言われましたよね。それはもちろんこっちからちょっと違いますね、何でも言ってくれって言ったから、もう何を言われてもどんな反応が返ってきてもいいような心構えでいて、でなんかこうすごい強いこと言われてもなんとそれはまあ年の功というかね一応そこは受け止めながら、あの全部受け入れて、で次出してみたいな。いやでもその会合ってめちゃめちゃいいデザインだったと思います。それがもう世に誇るデザインですよ、うん、作品に入る前の準備期間、プリプロを今回結構丁寧にやりたいなっていうふうにやっぱ思ってたんで、漫画に描かれてない生活感みたいなのは結構頑張りたいなって、20代30代の高に能力を発揮できる人を集めたいなっていうふうに思ったんで、そういう形でちょっとスタッフィングさせていただいたかなっていうふうに思ってます。ここがそのデザイン系をやっている方たちが、まあ、いらっしゃいます。クリーチャーデザインとイメージボードを担当している梶野さんになります。よろしくお願いします。はい、設定だったり何かをお頼みするときに色がついて絵がなっているものがあるだけで、相手に伝えれる情報量がすごく増えるので、共通認識にできる、それがいわゆるイメージボードと言われるものになるかなというふうに思ってます。すごいですよね、うん、週刊連載だからすごくこう大変なスケジュールの中でやられてきたと思うんですけど、まあ、その原作をベースにしてデザインチームがその書き溜めてきたものが、やっぱこう、ま、漫画のコマから連想させるこう実際にこう存在しそうなプロップデザインとか、あとあの美術ですよね、うん、周りをすごくこう何でしょうね、こうディティールを高めてくれてるんで、こういうところにこうルフィたちいたのかみたいな、なんか素材をもらった人たちの想像力が湧くような、うん、まあそういったものをたくさんあげてもらってて、あのめちゃくちゃそのいい絵になりそうだなという予感があります。ワンピースって冒険ロードものなんで、その中でこの街に行った時にその街の人たちはどういう生活をしていて、このキャラクターたちはどういう心情で
生きてるのかっていうのを、結構やっぱ漫画のコマだけだと分かりづらい部分を丁寧に丁寧に小田先生も実はすごいしっかり考えてる部分とかもあるので、そこを結構紐解いていって絵にしていって、で本店を落とし込んでいってっていう形が、まあ今回のポリプロの丁寧にするっていうことで言うと、うん、できてるんじゃないのかなって。いやいいっすよね、いいっすよね。いやでも本当良かった、うん、本当ですか。あれめっちゃ良かった。こういうことできる、こういうことやりたいっていう思いを、その実際コンテだったり演出する作業に入ってきた時に僕以外の視点で深掘りしてくれてるんで、なんかその作品がより立体で見れるというか、うんうん、非常に効果がある戦略だなと思いますね、うん、ロックデザインしている田口さんになります。お願いします。ワンピースで出てくるのが古いタイプの銃なんですけど、こういう銃からこれはもともと持ってたやつで、ゾロの刀の参考に買ったり、バラティエとかが多分フランス系ベースなのかなと思うので調べたりしてます。小田先生の描かれる絵とか色とかって温かみがあるので、直線だけど直線すぎなかったり、その歪みとかそういうところにすごい温かみとか情とかを感じられるのが多いので、そういうなんだかアナログっぽさというか温かみみたいなやつをしっかり出せていけたらいいなと思います。ワンピース の, あの世界観の舞台になる、まあ、空であったり海だったりいろんな町や村をまあ描くのがあの美術の役割になります。読んでいてすごく熱量がある作品なので、それをまあ背景の中にもどういうふうに取り入れられるかなっていうのをいろいろ悩みながら取り組んでいるところです。小田先生のなんか絵のタッチをちょっと真似して、ちょっとずつなんでしょう、あの漫画の原作の勢いであったり丸みだったりとか、なんかそういうのをちょっとずつまあ取り入れられたらいいかなみたいな感じで、雲の形とかがやっぱり特徴的なので、あのモコモコ感みたいな見ないでもある程度描ける、なかなか真似するのが難しいだと思って練習をしてるんですけど、なんか独特なもちっとした丸い感じとか、あの勢いのあるタッチとか、そういうのを少しずつ背景美術にも取り入れられたらいいなと思って取り組んでいます。小塚さんがその現場の作業を進めていくにあたって、でワンピースという原作らしさをどういうふうに出すかみたいなところで、こう、まあ、なんか決定的に思われたこととかありますよね、というふうに振るという一番大事にしてるのは本のを読ん漫画を読んだ時の印象をいかに映像に落とし込むっていうことでしかないんですよね。結局作る時に作業自体は大真面目に作るんですけど、その真面目をいかに破壊するかみたいな。あ、そう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 、真面目を破壊する。そうそうそう。ルフィの顔を丁寧に丁寧に描いていった時に、ルフィの感情になるのかみたいな、うん。ディティールの正しさを超えた感情の表現だったりとか、その表情の豊かさみたいな。まあ、そこがこの作品の肝だとやっぱり思うし、作る上で一番難しいと感じていること。うん。今回のメンバーってやっぱその若いスタッフが多いっていうのを結構コンセプトにしてるなって思ったんですよね。川村くんがプロデューサーなのがまさにいい例だけど正解ですだから小学生の頃とか本当に物心ついた頃にワンピースが始まって、ワクワクするその読者としての気持ちを共有したまま大人になって作るってなってるから、あの時どう感じたかっていうのをリアルタイムで経験した世代っていうのは明確に僕らより強いんですよね。あの時感じたその興奮だったりワクワクを体感として持ってるんで、このコマはどんだけ熱かったか、どんだけ楽しく読んだのかっていうことを持ってる人たちが集まったっていうのがこの作品ないしチームのすごく強いところだと僕は感じてますね。だから教えてくれるんですよねこれですみたいな、ここでヒットするんですと、はいはいはい、で僕あそうなんだみたいな時もやっぱたまにあるんですよね。熱弁しますよね。それこそ若いスタッフと話してると結構たぎってますよ、はいはいはい、うん、まあ、こいつたぎってんなってめちゃめちゃたぎってるじゃねえかっていう、うん、なんか温度感でガッてきたりするんで、そのたぎり感は必要で、そのたぎり感がうまいことたぎっててもらいたいんですよね、うん、たぎるアニメーターもたぎっててほしいんですよ
たぎるって何ですか。見えたぎっててほしいんですよ、うん、それがいいフィルムを生み出すので、うん、でも先生にもなんか言っていただきましたよね。作品を真似しようというよりもなんか表現をしてほしいっていうようなことは、うん、なんかコメントで例えば漫画のこのコマを真似してこういうふうに使用しようというよりも自分の中での表現に落とし込み直すっていうか、まあ、そういう意味であのやれること多い作品だと思うし、煮えたぎる若いスタッフが今乱立してる感じは僕は感じてますけどね、うん、ちょっと新しい試みとして通常ですと美術設定というものを先行して作るんですけど、美術設定を作る前に一回街を、まあ、ゲームのマップみたいな 3D 上でそういう空間をまず作ってみました、まあ、ゲームのマップのようなあの 3D の街を作る、今まで限られた場所でしか物語を作れなかったのが、想像していない場所にいい舞台があったりとか、ここのセット、例えばゾロだったりコビーだったりがいると、ちょっと原作をさらに面白くする要素が作れるぞみたいな。モーガンの例えば基地であれば、その統治のその威圧感みたいなものが表現できるのかっていうのを、まあ叩き台作ることによってそのブラッシュアップがしやすくなるっていうんですかね。今度絵描きチームがそのこういう叩き台があるのであれば、基地はもうちょっと街の方から見やすくしておいた方が高圧的な基地になるんじゃないかとか、いろんな人のアイデアが積み重なっているので、まあより効果的にセットがそのブラッシュアップできたなという実感がある感じです。まあやっぱイメージボードの書いてくれてるチームが街の様相みたいなものを事前に作ってくれたのがでかくて、文化観とか世界観が見えてるので、まあ結構スムーズにこういうセットが作ることができたって思ってます。テーマがそのもう結構実は深いんですよね、うん、その戦争だったりとか差別的なことに踏み込んでいたりするし、でもそれを考えさせつつエンターテインメントに落とし込んでいるという意味での面白さが作品としての個人的にはですけどね、最大の魅力だと思ってるんですけど、そういうところが魅力だなと思いつつ、結局各キャラクターごとに結構その背景がしっかり作り込まれてて、その引き込まれる人生歩んでるじゃないですか。例えばそのナミがルフィを突き放している中、たまにたまって助けてっていうところとか、うん、まあ僕は最初の方ですけど割とそこが一番未だに好きですから、なるほど、大きくその原作と変えたくない、原作の良さを最大限生かしたいっていうのが大きい根底にあって、でその上で映像文法に落とす際に当然差異は出てくるので、まあ、そこをいかに埋めていくかっていう作業が、まあ、今回の作り方なわけですけど、まあ、でもこれが僕らのなんだろうアイデンティティにもなりうると思うし、ウィットスタジオの今回作るザ・ワンピースの個性にもなるし、これまでずっと先生が作ってきたワンピースと一緒に育ってきた人たちも喜べると思うし、初めてワンピースに出会う人にも楽しんでもらえるであろうと確信できる作り方をしているつもりです、うん、しっかりしたレイアウトで丁寧な芝居、さらにそのこう小泉さんが言ってたその漫画のユーモアさをいかに乗っけるかみたいなのを、まあ、割とこう地道にコツコツやっていく感じなのかなって思ってますけど、うん、自信を持ってお届けできる形にはなると思います、うんうん、あの我々は最初からまあ、要はルフィが海に出るところからですよね、作ることを決めています。ルフィがゾロだったりナミだったりと出会ってそれぞれの人間を好きになる瞬間っていうのが明確に漫画で示されていて、さりげなく書かれてるんですけど、でもルフィ自体はその感情の外でちょっとある種俯瞰でその人間性を見ている瞬間があるというか、まあ、そこら辺はちょっと丁寧にケースバイケースで落とし込めたらいいかなと思います。長いシリーズになるっていう向き合い方はしています、うん、あとはその我々が作ってリリースされたものが受け入れられたら相当長く作り続けることになるし、長く続くってことは愛される作品だったっていうことになりますから、長く続けたい、そうですね、ずっと続けたいって思って作ります、うんうん、当時僕が子供の頃に感じたその感動であったりワクワク感を含めてフィルムに落とし込めるように、まあ、頑張ろうと思ってますんで、あのぜひご期待ください。
皆さんが思ってるその思い出の名シーンがどういう風にそのこいつらがアニメにしてくるかっていうのもちょっとお楽しみにしていただければと思います。アニメーター一同煮えたぎっておりますので、あの期待以上のフィルムにしたいと思います。頑張ります。はい、僕自身がこのスタジオで一番このワンピースが好きだという自負があったので、誰にも渡したくないという思いで引き受けました。必ず面白い作品を作りますので皆さんお待ちください。よろしくお願いします。ありがとうございました。大丈夫なのかな。大丈夫です。